はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、前回予告した通りですね、はい、青道高校の、期間限定の方のルート行ってみたいと思います。本当に初めて行きます。結局ね、自分で練習したりすることはなく行っていきたいと思います。はい、出来はこちらでございます。はい、前回とね、ちょっと違うのが、R のライチが PSR のライチになって、PSR のこいつ、サイガがですね、R のサイガになったという感じですね。理由といたしましては、その期間限定イベントで、まあ、要するに、期間限定の方、セクション2の方行くとですね、室内練、精神量コマンドの室内練習にコーチがいるときに、そこを訪れると、一級入魂のね、金徳を教えてもらえる可能性があるということで、まあ一級入魂そっちで教えてもらう可能性があるんだったら、まあ PS フレンドね、ライチにして一級入魂アーティスト、アンダー製造機、ダイダーの神様、まあなんならチャンスメーカーまで、この5つ金徳ワンチャン狙えるということでね、まあまあそういう感じのデッキでございます。基本的にはゴリラを作りたいと思います。はい、まあやっていきたいと思います。はい、まあそれでね、まあ稲実のねキャラを、まあ、今ガチャにね登場している稲実のキャラをですね入れると、その金徳取得率が、あ、これ初期能力いいんじゃない、初期能力めっちゃいいわ。まあやつらを入れるとですね、要するにあれが上がるということで、金徳取得率が上がるということで、まあ、カルロス、ナルミア、白川、ただの入れるとということでね、まあ、僕白川以外は一応 R 以上でね、そしてカルロスは SR で一応持ってはいるのですが、まあ、レベリングが全然追いついてなくてですね、全然15とかになってないので今回はちょっと入れられないんですが、まあということらしいです。まああれですね、いわゆるガチャ引いてもらうために、まあ美味しいようにしているという感じですね。やってまいりましょう。はい、まあでもなんか、まあパワフル高校とかでも特別ルートあるんですけど、パワフル高校で特別ルート行った場合は合宿がなくなるのか。今までね、何度か登場したパワフル高校での、あれイベントは行くと合宿がなくなるのか。今回は練習試合とかなくなるのかな。まあちょっと僕普通にダイヤのエース好きなんで、ちょっと見たことないね、イベントとか起こったらちょっと、ログでね、どういう感じか確かめたいと思います。はい。いや、もう毎週月曜日がもう待ち遠しい。漫画で、時間があれば漫画読んでもいいんだけど、なんかアニメがね、現状いい感じなんでアニメを見ようという感じですね。あー、これあれするか、もう体当たり取るか今回は。体当たり取って鉄さん行くか今回は。鉄さんで固め打ちかアベレージを教えてもらおう。よし。わあ、だったら体当たりマスコで、まあマスコとテツさんどっちでもいいんでね。実際23は怖いからやめよう、休む。でセクション2からですね、特別ルートは行きます。何かしら特別ルートで美味しいものがある分、普段より何かイベントとかが減るような気がするんだけど、まあ本当に初見プレイなので、いわゆるわからないですが、よし、阿部日もう来るな。引退試合まで阿部日来るな。滝本頼むよ。滝本の金徳取得率は結構高いと思うのですが、うん、難しいな。ライチ行ってもいいけど、ライチ行こう。さっきちょっとねツイキャス覗いたら、マータンさんっていうね、まあ、今パワプロアプリのツイキャス唯一やっ、あーこれか、やっぱりこれも11月まで来ない感じなのかな、わかんないな。じゃあ精神とこう。オッケー。まあいいでしょ。プラマイゼロぐらいだ、今ので。で、精神量覗いて、誰もいないから。はい。評価上げると。で、今回はその、フレンドにね、ライチ連れて行ったということで、まあ、前回みたいに技術が余ることはないかなと思います。
はい、いいですね。ここで阿部ヒ教えてもらう。あ、危ねえ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 。普段の感じで教えた。ちょっとスクショ撮っていいですか、これ。はい、これですね。ということで、まあ、せっかく、おお、なんか変わってる。甲子園を目指す。俺はクラムシと一緒に喧嘩をやめるようにそうです。結局このままでいっちゃう。そんな中、落合コーチが何やら行動を開始したようだ。はい、ということで、落合の室内だけは必ずケアしていきたいと思います。あったらそれ最優先で今回は行きたいと思います。はい、で、危ない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 、取らないと。 OK、 さすが秋葉、技術ボーナスがある。技術ボーナスは8ってどういう意味なんだ、あの8は。だって8はプラスされてないし、今の方だって。ちょっと詳しく説明できる方いらっしゃれば教えていただけると非常にありがたいです。でね、僕思ったんですよ、精神力コマンドって何がいいか分かりました。練習と違ってどんだけ体力減っててもできるっていう。誰か、おっしゃ、一番いいやつだ。それがなんだかんだ一番いいんだわって気づいちゃいました、僕。はい、おっしゃ、いけや。倉持やってもいいけど、あ、じゃあやってもいいけど、ここは休もう。春一やってもよかったけど、いいやつで。個人的にね、 PSR ライチ連れてくるの非常にいいなと思っていまして、なぜならライチってコツが非常に多くて、かつね、全部打撃系なので、こうレベル3で教えてもらってどんどんそれを取っていくことができるのでいいなと思っております。で、これちょっと落合が来なかったら渋いんだけど、練習試合とかあるのかな。だからこのセクションは落合コーチ、まあ片岡監督とは違う考え方を持った落合コーチを中心に回っていくのかな、わかんないけど。あ、これムードでもよかったな。ムードにしといたらよかったな。で、ムードのコツ取ればよかった。忘れてた。あ、でも練習試合もありますね。ないかなと思ったんだけど、練習試合。そう、ライチのね、ムードのコツを消すためにも、最後に今、ムードのコツ教えてもらっといて、先にムード取っとくっていうのが一番いいですね。そう、久しぶりにこういう感じの出来組んだんで忘れてましたわ。でも、なんだろうな、青道高校って選手充実してるから、無理に消防月を外野で使う必要ないと思うんだが。これよくミスるからな、パワーで打たずに、アベヒついてるからミートで打ってもいいんだが。とりあえずストレート追い込まれるまではストレートだけで狙ってパワーで打とう。なんか渋いカットボールかなと思ってちょっとずらしたんですが、ストレートでしたね。まあ、アベフで打ってもどうせヒットなので、まあ、1本ヒット打てばいいや。ミッシーマ、実は有能じゃないかと言われているミッシーマ。ミッシーマね、何が有能かって、初期評価が高くて、まあ、SR ね、金徳はピッチャー教えてくれないんですけど、初期評価高くて、かつスタミナボーナスがすごいらしいんで、まあ、ミッシーマ入れときゃとりあえずスタミナはもう安心できるみたいな感じらしいですね。ん、落ちはいないな、ライチ行っとこう、付き合うぞ。ライチの評価がこれまでに上がっていれば得意タックが組めたりして非常にいいのだが。で、これチャンスのコツがね、お、なんか新しいやつが出た。薬師高校偵察、その中で聖堂の強みについて考えさせられた落合コーチによると、聖堂の強みはみゆきだという。成長させるためにはライバルが必要。ほう。で、なんか、俺をその存在とするべく落合コーチがとっくに付き合ってくれることになった。落合コーチの評価が上がった。筋力ポイントが上がった。ほう。ほう、なんかよく分からんけど、みゆき、確かに聖堂高校の強気、みゆき間違えてないと思います。落合コーチの言う通りだと思います。で、俺をみゆきのライバルにさせようとしていると。
で、じゃあ今んとこ練習試合もあるし、こっちのルートの方が美味しくない？確実にこっちに来る方が。こっちに来るデメリットが今のとこ何も感じられないのだが、例えば起こりうる他のイベントが起こらなかったりするのかな。よし、これでちょっと上げとこう評価。例えばだけど、沢村とかのそのタイヤ引きのイベントとかがこっち来ると起こらなかったりするのかな。情報があまりないんですよね、攻略サイトとかいろいろ調べてみたんですが。皆さんなのでこのコメント欄でね、情報を共有していきましょう。こちらの期間限定がねの方の知っていることを。あ、落合だけキャッときたいな。でちょっと無謀だけど、せっかく約束練習してるし。うわー、 18% 経過あるか。あ、でも普段起こるイベントも起こるな普通に。これもで、これ確実な方にしといて。おし、アンダー製造機。あ、落合行けや、落合行けや。落合の室内だけをケアしていこう。これも普段のイベントだしな、普段からある。お、いいですね。2人ダックに昇降月まで来てたら200ワンチャンあったんじゃないかな。昇降月も筋力ボーナス確か4ぐらい持ってるんだよな。そうだから、なんとかボーナスが正直筋力の経験点が上がるっていうのは分かるけど、どういう基準でどうなってるのか分からない。プレイで語れ。これ普段と一緒じゃない。コミュニアと兄行ってもいいけど、まあ、びっくりあるし、びっくり優先で。ん？なんだこれ。チームメイトから、監督からコーチに乗り換えてしまったのかと文句を言われてしまった。そんなわけないだろう。さあどうだろう。これね、チームメイト的にはあれなんですよね。監督の方が聖堂高校の人たちは好きなんですよ、みんな。そんでもなんか落合を優先する方が良さそうだから、こっちにしてみよう。監督評価下がるのか。チームメイトの評価が5下がった。確実に選択肢間違えた。ってことは、今までタッグできてた人たちがタッグできなくなったりするのかな、これで。うわー、確実に選択肢間違えた。あれ、上選んだらどうなるとかね、ちょっと教えていただけると非常にありがたいです。お、いいね。で、落合だけケアして、落合いない。ちょっと精神量コマンドがちょっと渋いな、またまた。やはりそうだな、今回予想していた通り筋力が今度は過剰になるな。よし、行きつけちょっと遅いよ来るのが。精神力モード、落合来ねえな。落合室内っていうのだけは把握してきたんだよな。渋いね。やっぱ滝本のタックと SR35 の滝本とのタックとね、 PSR レベル40の轟のタックだと全然得られる経験値量が違うのは、やっぱすげえな。ライチ、ライチすげえな。ほんと欲しいわライチ。今一番欲しいかもしれないライチが。おっと、来ないね。で、卒業コマンドもあるし、今のところこっちでもう来ない理由がないぐらいこっちの方が美味しくない。で、落合コーチの評価が非常に上がりやすくなってて、しかもあれだ、普段より落合コーチからと一緒に練習した時に得られるポイント量が多い。え、じゃあこっちで来ない、これ理由がないぞ今のところ本当に。もうどう考えてもこっちの方が美味しいんだが。あ、春市やってもいいけど、びっくりあるからびっくり優先で。あ、守備職取るの忘れてた。早急にしてお願い、守備職やめて。 OK。 はい、でね、この昇降月についてのね話はね、前回の動画で非常に詳しくしたので今回は省きます。
ぜひともですね、概要欄のサクセス再生リストからですね、前回の動画ご覧いただけたらありがたいです。はい。で、ちょっと技術がやばいというか、筋力がやばいというか、なんというかのやつだ、これ。で、落合だけ蹴合って。落合室内ないなぁ。オッケー、これも体力最大値あるおかげで結構回復できると。うーん、渋いね。監督評価ちょっと上げに行くか。練習試合スタメンで出たいしな。監督評価って上がるの9だったっけ、10だったっけ。9だったか。そこは変わらないかな。うーん、落合室内行きたいけどな、来ないな。あ、落合いるからやってみよう。またおー、やっぱり普段より得られる経験値で多いから、これマジでこっちのルートで来ない理由がないぞ今のところ。本当にリアルにそう思うのだが、どうだろう。これはちょっと休もうか。うーん、落合コーチから注目されアドバイスをもらえるようになったものの、一部から監督を裏切ったと誤解されてしまう。チーム内の雰囲気がギクシャクする中、イナジツとの練習試合を迎える。練習試合もあるし、でなんか普段起こってるイベントも基本的に起こってるし、こっちで来ない理由が今のところ見つからないんだが。沢村やっとくか、ここ沢村やっとくか。あ、メンタルにいるな。でもメンタルやろう。なんと今日の練習試合の間いない実か、あそこには大丈夫。そっからだな。 あそうしたいのは山々だけど、おい石橋のやつ、今日の試合には出られるのか。推薦で出られるんじゃないか。落合コーチに随分おべっか使ったみたいだしな。嫌われたもんだな。俺はそんなこと思ってないですよ。先輩ちゃんと頑張ってます。サンキュー沢村。くよくよしてもしょうがない。とにかく今はおお、こっちのルートの方が絶対良くないっていう今のところの感想。こっちで こっちのルートで来ない理由が今のところ見つからない。これ期間特別か。くっそ、今の時期あんま代打とか作ってる暇ないんだよ。こういう感じのダイソー選手作らないといけないから、イベントに向けて。でもまあ期間限定また来るだろうしね。てかそもそも、そう、聖浪高校ってずっとあるのかな、コラボ終わっても。それが最近の悩みなんだけど、聖浪でばっか選手作ってるから、コラボ終わった瞬間に聖浪高校なくなったら非常に困るんだが。マジか、今んとここっちのイベントで来ない理由がマジでないぞ。こっちで来ることによるデメリット誰か教えてください。あのさっきチームメイトの評価5下がったってやつが、どのイベントを選んでも評価が下がる系なのかな。上選んだら落合の評価が下がったりとか、わかんないな。でなんかチラッと聞いた話、なんかこっちだとなんかコーチのエピローグが最悪あるかもしれないの。なんかちょっと聞いた気がする。今日の試合、選手たちがよく検討しましたね。最近は互いに人やり練習にしても、石橋とみゆきとか、確かにどちらも言葉にはしませんが、高い意識持て。あ、まただ。ん？
うん、誤解が解けた感じで、またお何これ、美味しいイベントがいっぱいあるのだが、右が俺のことをライバルとして認めてくれたようだ、チームの柱の成長を後押しできたと落合コーチに報告すると、それ以上に俺が成長したと言われ、チームの柱になれと応援された。落合コーチの評価が10上がった。何これ、全体的によく分からんけど美味しさしか感じない今のところは。今のところは美味しさしか感じていない。落ち合いねえな。あ、フレアやりたいけどもう遅い。体力の最大値上げるイベントこっちやっとこう。コツを教えるマンライチ、オッケー。うん、落合が室内にいないな。休んでもよかったな今の。これはフレア行っとこう。よし、あれか、イベントが異常に起こりすぎるから金徳イベントとかが乾燥しにくくなるっていうのは一つあるのかな。こっち来ると落ち合いが来ねえな。室内に落ち合いが、まあ、サクセスは慣れた運なので仕方ないですが、それにしてもこのデッキ体力の最大値が異常なほど上がっていくな。やば、もうほんとバー振り切れるじゃん。ちょっと落合だけやっぱり気やりたいな。うーん、落ち合いが来ないな。もうちょっと怖いけど、結果怖いけどやろう。オッケー、せめてライチのアーティストだけを取りたかったな。ギリ間に合うかな。B にしてたらアーティスト取らなくても、パワーヒット取らなくてもワンチャンいけるかな。ホームラン打てるかな。まだ落ち合いだけやろう。で、正当魂的に1回あと量やっときたいな。うわ、やーべ。いやー、普通と一緒だしな。絶対こっちの方が美味しいよな。いや本当に美味しさしか感じねえぞ今のところ。噛んじゃったけど、どれくらい美味しいかっていうと、まあ2日煮込んだおでんぐらいは美味しいな。もうボール球やめてくれよ、時間の無駄なんだよ。あ、これ一番ホームランにしやすいコース、ビューン。このデッキ残念なのがね、サイガかライチかどっちかしかね、サードで出れないっていう時に滝本がわざわざサードで出てくれるんでね、非常に一塁とサードに優秀な選手がこのデッキ集まってるっていうのが残念だな。例えばセカンドとかがね、あ、まあけどセカンドもハルイチいるし、そうか、結局正道だったらもういいんだ。外野なんでも関係ねえわ正道だったら。おらー、まあこんだけパワーあって弾道さんだったらホームラン打てるな、パワーヒーなしでも。ということでパワーヒーを待とう、しっかりもう1回ぐらい。ライチ、滝本、サイガがいてまだパワーヒーを取れないっていう。ストライク送球を取らないからいいんだけど、
落ち合いないな。どっちかというとサイガーのパワーヒ、落ち合い来ないな。ライチのパワーヒ、ムードいらんよ、ムードいらんよ。やばい、金徳イベントが全然完走しない。なんだ、なんかこれも普段と違う。そう、俺のことを信頼してくれる、なんか仲間系か。友情大事っていう話ね。ちょっと今回は金徳イベントが完走しなかったのが渋いが、そして初見プレイであまりなんだろ、よく分からんかったけど、美味しさしか本当に感じないぞ。スライダーやめて。広角取りついてないけど、球場狭っ。これあんまセンターに打ちたくないんだよな、カルロスいるから。あいつ積極守備ついて足速いから、マジ守備範囲が広い。メイのチェンジアップスカンはまあ牙の爆速に比べたらだいぶ楽だけどね。なんか打っちゃった、ミスった。打つべきじゃなかった今のスライダー。もうチェンジアップホームランにできた。まあ、ちょっと下目狙っとくのがいいかもしれんな、ボールの。どっちみちストレートもそれでホームランできるし。あ、また変化球に手出しちゃった。あれかな、だから室内落ち合いったら、成功したら1球入魂で、失敗したら初球丸のコツくれたりするのかな。体力の最大値すげえな。それにしても落ち合い最後に、うーわ、でもどうしようかな。これ聖堂魂発動させ、渋かったな。聖堂魂もギリギリ発動させれなかったし、これもサクセスとしては最悪だわ。金徳イベントも完走しないし、おとか言ってた。ギリ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 アーチストマンダー製造機もこれで取れる。なんかよくわからないな、本当によくわからない感じになってしまっている。あ、でもパワー比があれだからアーチスト全然取れないな。225だって。逆境取ろう、精神余ってるから。もうやっちゃおう、どうせこれ成功させないと、これで練習成功させてパワーヒもらわないと、あ、チャンスかパワーヒもらわないと結局だから。もうファック、ここでやる気下がんの痛すぎるわ。まあちょっと今回はサクセスとしては失敗ですけど、まあ初見できたので、まあ別にいいんですけど、もともとそんな狙ってはないんで。よくわからなかったんで、ちょっと本当に皆さんコメントください。リアルによく分かんなかったわ、いろいろ。一体何だったんだこのルートは。ちょっとここでパワーヒーついてないのがね、ちょっと怖いんですけど。やっぱこのゲームホームラン打ってなんぼなんでね。うわ、ギリ入らない。いや、実況がほんとパアベあれで変わったわ、アップデで。やっぱ弾道さんでパワーこんだけあればホームラン打てるもんだな。おい、
なんかパワーヒついてる時よりこうまっすぐ飛んでいくんで、なんか綺麗な打球に見えますね。パワーヒだともっとこう弾道が3から 3.5 に上がるので、こういわゆる放物線を描くような感じなんですけど、フロー精神とか、あーチャンスとパワーヒのコツが来てない。ここ置いといて決勝前に上げるか、一気に。よし、今回学んだことはパワー比がついてなくてもパワーが高ければなんとかなるっていうこと。これもう強振でしか打たないから、あの下のボタン押すのめんどくさいまでありますね。ずっと強振なんねえかな。でもやっぱ低めのこういう球がギリギリホームランにできないよね。実況がかっこよくなったな。これ経験って大丈夫か、もう一本ぐらいホームラン打たないとさすがに。凡退はしてないけど怖いぞ。川上が投げてる。最後の最後にパワヒのコツ、チャンスのコツ、どっちか来てほしいな。あー小豪月くんか、まあしゃあない、行こう。これでアーチスト取れるかな、ギリ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 取れないか、経験点的に今。まあパワヒだけ最悪今取っとこう。ギリギリ取れない。チャンスの、ああ、あれなんだ、広角も取れてなかったんだ、まだ。チャンスもちょっと渋かったし。まあ、BB の安打製造機アーティストにはなるか。うん、まあ、あんまり渋いサクセスだったな。でも、このルートで来ないことの意味がもう見つからないぞ。金徳イベントが完走しないことだけじゃない？うわ、ちょっと詰まった。うわ、もういかん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 。ほんと最近下手くそになってきた、打つのが。最近サクセススランプだから。うわうわ、まあいいよ、今回はもういいよ。今回はもう本当にみんなで共有するっていう知ってる情報、そういうサクセスになってくれたら嬉しい。もうやけくそやで。変化球狙えばホームラン打てるんだ。
代打災害からのダイソー倉持っていう豪華なリレー。からなんかちょっとストップ、加藤就任の話辞退しちゃってきましたけど、そろそろだろ加藤監督が言うしてくれ、俺の出る幕はない、なんてマンションのロマン、正直助かった、よかった、また会いに来てもいいですよね。おお、エピローグある、本当だ。え、じゃあエピローグ、まあ技術点しかくれなかったけど、エピローグまであるんだったら本当にいよいよこっちのルートで来ない意味がわからないんだけど、そしたらちょっと誰か本当に分かる方コメントください。本当に僕は分からないです。もう一体何なのか、で何なんだ本当にこのルートは。しかも経験点の取り方も非常によろしくない取り方してるし、おい、いやー何だったんだ一体このルートは。はい、ということで選手としてはもうよくわからないから、最悪永遠のアンダー製造機アーティストだったワンチャンあったんですけど、まあちょっと渋かったんで怪我もしちゃったし、まああれなんですけれども、本当にちょっとこのルート良さしか感じなかったので、悪さ、まあ皆さんの意見と何でもいいのでコメント欄の方に記入していただくと非常にありがたいです。ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。